皆様こんにちは。50歳で育児中、ニューヨークのコリンゴでございます。先日うちの息子ちゃんがついに、4ヶ月になりまして、おめでとうございます。早いもんですね。もう出産してからあっという間に4ヶ月でございます。本当に成長が著しくて、もう健康で元気に育ってくれて、もうまだ生まれてから一度も病気したり風邪ひいたりしてなくてね、本当に親孝行な息子ちゃんでございます。さて本日の動画なんですけれども、今日はね、ちょっとした引き寄せを、皆さんにご紹介しようかなと思っております。人生引き寄せですよ。何を引き寄せたかと言いますとね、はい、こちらでございます。はい、ベイビースリープスーザーですね。はい、これなんですけど、実はですね、先日私のインスタのアカウントに、メッセージが届いておりまして、正直初めはこのメッセージスパムか何かなかと思ったんですね。削除する前に一旦目を通しましたらですね、申し訳ございません、私ね、あんまりインスタを活用していない人なんですね。インスタのアカウントあるんですけど、フォローしてくれてる方本当ありがとうございます。いや、一応ね、あのインスタにアップロードはしてるんですけど、インスタから、Facebook にリンクするために使ってるような感じなので、フォローしてくださってることありがとうございます。あのあんまりなんていうの、気の利いたポストっていうか、なんか今インスタすごいじゃない、なんか使い方もよく分かってなくて、なんかリールだの、ストーリーズだの、あのなんかね、文字とか入れちゃったりして、ちょっとね、50のね私オンラインっていうかインターネット弱いのでね、おしゃれなインスタグラム作れてはいないんですけれども、まあちょっと知り合いが多い Facebook に写真を見てもらおうと思ってあげてるくらいでね、本当あのフォローしてくださってることには申し訳ないくらい、でもありがたいです。フォローしてくださって、コメントもくださって本当ありがとうございますね。そのインスタにメッセージが来たもんだから、しばらく気づかなかったんですね。で、あのよく見たら、なんかそういうスパムかなと思ったらですね、こちらのベイビースリープスーザンを作っていらっしゃるドリームエッグさんからのメッセージだったんですね。すいません、スパムかと思っちゃって。で、このあのドリームエッグさんの営業担当の方から連絡がいただいてたみたいで、なんか YouTube を見てくださって、とても良い内容でしたので、弊社が取り組んでおります下記企画をご紹介できればとご連絡差し上げました。私の YouTube、とても良い内容だったって、もうちょっと詳しく聞きたいですけど、本当に良い内容ですかね。まあ、とりあえずなんかあのこのね、製品とあのドリームエッグさんが作っているホワイトノイズマシン XT6 っていうの、これをね、あの、まあ、要は紹介していただきたい。なんか、私インフルエンサーみたいな、ちょっとわーってなっちゃったんですね。いやだ、かっちょいいみたいな。だってあのインスタ、ね、のフォロワーだって800人くらいしかいなくて、あの YouTube もね、あの9000人くらいなんですけど、なんかそうやってお声掛けていただいて嬉しいですよね。光栄ですよね。なんかちょっとインフルエンサーずらして調子乗っちゃうかもしれないじゃないですかそれはいいとしてね。ただあの私がどれほどの影響力があるかってちょっとあれなんで定かなんですけど、その、ね、商品を送ってくださって、あの紹介してくださいみたいな感じだったと思うんですけど、紹介するのはもう自分も気に入った商品じゃなきゃ紹介したくないじゃないですか。なんか嫌じゃないですか、嫌じゃないですか。皆さんが見ててもらってんのに、なんか別にね、なんかビジネスの風が吹いちゃって、ちょっとこうリンゴさんみたいな感じになっちゃってね、あれですから、好きな商品だったら紹介したいなと思ってたんですけど、実はこのねメッセージをもらう前に、これね、あのホワイトノイズマシーンなんですけど、授乳糖らしいんですね。なんかこう読んでみたら、商品がその授乳ライトだったらしいんで、なんか特徴が泣き止ませ、授乳ライト、寝かしつけで1台3役、育児ママの強い味方なんて書いてあったら、ちょっとって。で、実はね、授乳ライト欲しいなと思ってたんですよ。っていうのも、
赤ちゃん乳房の時は新生児、本当に新生児で 1,2 ヶ月の時ってもう昼も夜も全然なくじゃないですか。3時間おきにずっと授乳してて昼も夜もなかったんで全然関係なく、夜中おっぱいあげる時ももう電気部屋の電気全部つけて授乳してるとかしてたんですけれども、そろそろ3ヶ月過ぎて4ヶ月くらいから昼と夜をこうメリハリをつけてあげたいなみたいな感じで、3ヶ月過ぎて4ヶ月になったぐらいから朝ね起きたらちゃんと朝日を浴びるとか、うちのちっちゃい窓から朝日を見せてあげてたりするんですけど、よかったら前回の動画で赤ちゃんの朝のルーティンみたいな動画もあげたのでぜひご覧になっていただければと思うんですけれども、そう、朝の光をで夜は真っ暗にして朝に光を浴びさせてっていう形で、なので夜中の授乳の時に電気困ったなと。実はアメリカではあまり主流ではないんですけど、ソイ乳をしてしまってるんですね。なんかアメリカだとねんねトレーニングとか主流で、赤ちゃんと親と子供の部屋はセパレートにして年齢トレーニングしたりするんですけど、私はねやっちゃってんですよやっちゃってるっていうか、ソイ乳やってんですね。ソイ乳すごい最強だって。やっぱりソイ乳やってるとその場で寝てくれるし、自分も横たわって寝てるので。ただこれなんでアメリカね部屋をセパレートにするかっていうのは、まあソイ乳とかで親が一緒に寝てると寝入った時に潰して窒息死してしまうっていうリスクを避けるためと、あとアメリカだと多分親ね、夫婦の時間だけを大切にするみたいな、もう親と子供本当にもうなんでその人格それぞれの時間をっていうことでみたいな感じなんですけど、だから日本みたいに川の字になって寝るとかそういうんじゃないんですね。もう確実に部屋をなんですけど、私このアメリカニューヨークで今川の字になって寝てるんですね。ね、そいちちしちゃってんですけど、なんで授乳ライトとかって必要はないんですけれども、何が必要かというと、夜中におむつを変えるときにライトが必要なんです。さすがにおむつに関してはベッドの上では変えられないじゃないですか。で光がないと真っ暗の中でおむつ交換ってなかなか上手におむつがつけられてるのかとか、あとうんちとおしっこの確認もしたいじゃないですか。だから夜中におむつを取り替えるときはやっぱりベッドルームから出てちょっとベッドから降りてねおむつ取り替えなきゃいけないんですけど、その夜中のおむつを替えるときにちょっとした明かりが欲しいなと思ったんです。やっぱり電気をつけちゃってたんですけれども、今乳房の時は全然問題なく電気つけちゃって、もう朝も昼もちょっと赤ちゃんって分かってないから夜ねおむつを取り替える時はつけてたんですけれども、そろそろ4ヶ月くらいになってきたので朝と昼のメリハリをつけるために夜のおむつ交換の時に電気をつけたくないので、その時にちょっとしたライト欲しいなと思ってたんです。本当はね iPhone のねフラッシュライトとか使ってたんですけど、あれちょっと強いんで、しかも全部を照らせないのでちょっとぼーっとしたね間接照明みたいなの欲しいなって思ってた時に、このドリーム X さんから連絡が来て、ちょっと引き寄せちゃったと思って、なんかだから授乳ライトをなんか送ってくださるということで、じゃあぜひ送ってくださいよみたいな、でもアメリカ在住ですけど大丈夫ですかって言ったら、あ大丈夫です、そうしましたらアメリカ支部から送りますみたいな感じですぐ送ってくださったんですね。じゃあ早速中見てみましょうか。はい、